はい、こちらカワイモンドです。今日はですね、まあ、ちょっとね、あるテレビ番組があって、そちらでまあね、いろいろと私もこう思うところがあったので紹介したいと思います。でこれね、ちょっとね、録画して後から見させていただいたんですけども、ハワイでね、ハワイで、いわゆるその夫婦がね、日本人夫婦が襲われて、トイレで暴行を受けたっていう映像なんですよね。でその時に法外な慰謝料がかかって、医療費ですか、すいません、医療費がかかって大変なことになったということですよね。で実際問題ですよ、ハワイ、まあ、私ハワイの方に3ヶ月ほど住んでた経験があるんですけども、まあ、留学ですね、大学のへの留学で住んでて、で銃撃事件に巻き込まれたって話しましたよね、以前ね、ギャングの銃撃事件ね、で私実際その現場も見てましたし、私が撃たれてたかもしれないっていう状況を紹介したんですけども、ハワイってね、皆さんやっぱり安全なイメージあるじゃないですか。で実際問題ね、映像で見ると地上の楽園とかって書いてましたけど、危ないんですよねハワイね。なんでグアムも危ないですよね。でグアムも実際ね、ありましたよね、通り魔事件でたくさんの方亡くなりましたよね。日本人の方もやられたんじゃないですかね、確かね、被害に遭ったんじゃないですか。車で突っ込んできてね、でグアムでですよ、でいきなり男が出てきて刃物でみんな襲ったって事件ありましたよね。だからああいうことでもうどういったことが起こるか分かんないんですよね。それはもうもちろん海外だけじゃなくて日本も一緒ですよ、一緒なんですけども。でハワイもね、地上の楽園って言ってますけど危ないんですよ、普通に危ない。あそこアメリカですから ね、ですから治安悪いんですよ。だからその、まあ、私がいた時はかなり前なのであれですけども、実際問題ね、そういった危機意識を持って海外行くときはもうあれもね、保険入ってなかったって言いますけど、やっぱり保険もね入っていった方がいいと思います、ね、で特にアメリカってね、ものすごく医療費がかかる国なんですよ。で特にあれね、もう保険がかからない状態でお金がかかっちゃうととんでもないことになりますよね。1000万とか1500万とかって話だったんじゃないですか、確か。で後に800万ですか、なんかそんなような話でしたか。分散するとどうだって言ってましたね、1000万超えると。でそれぐらいかかる国なんですよ。で私その親族にアメリカ人がいますから、そういった話も聞いたりしますけども、それだけちょっとねお金がかかっちゃう国ですよね。であれね、まあ、本題に入ると、実際問題その日本人夫婦が、まあ、家族と一緒に行ってですよ、ハワイに旅行に。でそのままいわゆるその公衆便所で、公衆便所って本当に危ないんですけど、普通に公衆便所に入ったらそこにいた男に襲われて、ボコスカにやられてしまったという映像ですよね。でね、これちょっと私モザイクかけてパッとこう見せますけども、もちろん見せられないので、まあ、テレビではやりましたよね。でこれぐらいひどいことになるよっていう。で何が違うかっていうと、まず一つはまず欧米人のね、体力力が違うってこと、筋肉がもともと筋肉のね、この突きが違うので、とあとはやっぱり体重があるってこと でそれでやっぱり威力があるということと、このやった人間がボクサーだったんですよね、元ボクサーだからものすごい力なんですよ。で映像を見ていただいたら分かるんですけども、で、まあ、麻薬中毒者でいわゆるそのトイレの方に出てですよ、休憩してたところをいきなり来たので、いわゆるその麻薬影響下にあったボクサーが襲ったっていう話ですよね。ですから私何が言いたいかっていうと、結局その襲撃者というのはどういった形で来るか分かんない、ね、で今回のこのハワイの件は、いわゆるその麻薬影響下にあったボクサーだったってことですよね。ですからその格闘技経験者だったってことですよね。ですから重要なのは、いつも自分よりも相手が強い状態にいるということを想定して護身術をしなきゃダメってことです。でよく言うのが、相手はいつも素人想定だとか、私前ブログでも公開しましたけども、自分よりも弱い位置にある、ね、相手が自分よりも弱い状態にあるっていうのを設定するっていうのは絶対ダメなんですよ。だから必ず自分よりも強い状態に持っていくってこと、相手がね。ですからそうするとね、おのずとどういった形の護身術を取るかっていうのは分かりますよねっていうことです。いいですか。でね、まあ、同じような系列の話があるんですけども、まあ、ハワイの件はちょっと置いておいて、もう一つね、大阪の方で、ね、いわゆるそのアビスというその、まあ、いわゆる犯罪グループというか、もう犯罪組織に近いんですけども、それが、軒並みに逮捕されたと、男女がね、という事件がありましたけども、それも一緒ですよね。
で路上で恐喝だとか暴行だとかを繰り返していたっていう事件なんですけども、やっぱりね自分よりも強い相手っていうのを想定しておかないとダメってことです。でやっぱりね彼らチンピラですし喧嘩慣れもしてますから、ね、もちろん凶器もね普通にナイフだとかいろんなもの持ってくると思いますけども、で集団で襲ってくるという想定ですね。ですから必ず自分よりも強い人間を想定しておくということは絶対的です。でちなみにアビスのメンバーだとか、まあ、アビスはね実際問題そのいわゆるそのハングレ集団っていう集団なんですけども、まあ、敵対していた組織があって、お互いに今格闘技をやってたとだとかっていう話がありますけども、やっぱりねチンピラというか悪い人間も格闘技で体を鍛えてるっていうことはあるんですよ普通に。いいですか。ですから必ず自分よりも強い身体的能力もあるという人間を想定しなければいけない。そうするとおのずと素手で戦うという感覚にはならないですよね。これね。ですよね。だから私が海外、まあ、いわゆるその、まあ、シドニーで培ってきたいわゆる護身術っていうのはあるんですけども、やっぱり私もやはり向こうにいた時は身体的弱者じゃないですか。相手体が大きいですしね。で筋力もある。で体鍛えてるやつもいる。その上で凶器を持ってくる。集団で動く。その上犯罪組織に属している者もいるっていうような形だったっていうことですよね。そうするとおのずと私の SSR セルディフェンスのスタイルになってくる、なってきたってことです。いいですね。だからどこでも素手で戦うというような、格闘技で戦うというような状況はちょっと考えられないです。いいですか、ね、そういうことです。はい、いいですね。はい、それでは次回またねお会いしましょうね。まあこれだけで終わります。衛星護身術をぶっ壊す。